はい、こんにちは、ニコルンです。お久しぶりです。今日は私の体作りについて動画で初めて喋っていこうかなって思うんですけど、なんと私ニコルンピーチジョンのミューズになりました。イエーイ。まだ実感してないんですけど、まあ、1年間通してピーチジョンさんのその広告というか、あの素敵なブラジャーをつけて皆さんにあのお届けするモデルさんということで、あの頑張っていくんですけど、今回ピーチジョンさんの撮影があの去年の11月の頭の方にあったんですけど、初めての撮影が、まあ普段からトレーニングだったりとか体作りとかは、まあ、ビビの雑誌のお仕事があの日頃からあるので、そんなにバンってなることもないんですけど、まあ体を出すお仕事があったらキュッとできるような状態をずっと保ってて、ここがすごいやばいやばい、めっちゃ太っちゃっただとしたら、まあ、ここがめっちゃ絞れてるってなったら、いつもここの辺にいるんですよ。でこの辺にいていつも撮影してて、水着とか下着とかがあるってなったらここら辺にするみたいな、まあ、常にここら辺にいる状態なんですけど、そんな私が体を絞るというか、なんて言うんだろう、ピーチジョンさんの撮影に向けてやってたあのことをちょっと今日は動画で紹介していこうかなと思います。まあそれ以外でも、まあ、撮影に向けてじゃなくても日頃からやってることもいろいろ含まれてるので、まあ雑誌とかではそういうダイエット事情っていうのを話したりするんですけど、なんか動画に今までしなかったのは、まんま真似しちゃうと、まあこれはあくまで私に合った方法であって、私がすごい心がけてることだったりとか、あくまで私に合う体の絞り方なので、あの合う合わないは会ったことないから、自分の体じゃないからわからないので、なんか参考になることがあったら自分で試してみるのもいいし、聞いてください。私のちょっと記録として今日はちょっと残しておこうかなと思います。よくファンの子から動画でそういうダイエット系まとめてくださいっていう声はちょこちょこあったんですけど、なんか勇気が出なくてなんか動画撮れなかったので、でも今回ピーチジョンさんが決まったということで、ちょっとおしゃべりしてみようかなって思います。ダイエットっていう言葉が私なんか嫌いで、ダイエットって言われるとなんかすごいストレスを感じてしまうというか、すごい我慢しなきゃいけない、全部我慢してやんなきゃいけないみたいな、なのがダイエットっていうイメージがあるので、あんまダイエットっていう言葉を使わないんですけど、まあ体を絞る、まあ一緒か絞る時にやってること、まず一つ目は、これは普段からまあ絞るとか関係なく日常的なことなんですけど、ご飯を私は3食決まって食べません。まあ3食なんかよく朝昼晩何食べましたかみたいな質問あると思うんですけど、私はお腹空いた時にご飯を食べるので、お腹空いてない時にご飯を食べないんですよ。でお腹が空いたなって思ったら食べるから、3食じゃなくて2食とか1.5 食とか、3食もりもり食べるってことはまあお正月以外はないですね。ご飯はしっかり食べたい人間なので、だからご飯を食べたいから動くとか、食べたいために何かプラスアルファでいつも運動をしています。食べたかったらね、すごい量ね。食事で言ったら基本的に、まあ体を絞るぞっていう目標の月があったとしたら、その2ヶ月くらいはなるべくお菓子とかちょっと小麦類とか揚げ物とかはなるべく控えるようにしてます。でもどうしても食べたい時ありますよね、お菓子とか。それを今までちょこちょこ食べてたのに、いきなり絶対ダメって言うと人間食べたいってなっちゃうから、あのちょこっとだけとか、まあ、チョコとか食べたくなったら、なんかちょっとカカオが強めのチョコだったらいいかなとか、なんかそういう絶対ダメっていうのはストレスになっちゃうので、ちょこっとだけあの朝昼までの時間にお菓子をつまんじゃうっていうのは全然私はよくしちゃってます。普通の時はあの全然食べてますけど、あとご飯類だと、私はその絞る期間になった時はだいたい夜ご飯っていうんですかね、まあお仕事とかでその時間に食べれない時はありますけど、18時台までに夜ご飯を食べ終えていることが多いです。でもこれ18時台に食べ終えてなきゃじゃなくて、なんか自然ともうお腹空いて18時台に食べちゃうっていうのが多いだけなんですけど、でも18時台までに夜ご飯を食べておくと、寝るまでのその時間、寝る時に胃がすっきりした状態で寝れるというか、あの寝つきもすごいいいので、早めの夜ご飯にするのが私は好きです。で夜ご飯のメニューなんですけど、朝昼は割と好きなもの、まあそんな好きなものって言っても絞ってる期間に揚げ物とかは食べないけど、まあ割と何も気にせず、まあ気にしてるけどなんか難しい、ニュアンス難しいですよね。何でも OK ってわけじゃないんだけど、
なんかまあまあ普通に朝昼は好きなものをまあ食べて、夜はよく食べるのは味噌汁にたくさん具が入った汁物と、低温調理器で作ったささみのやつがめちゃくちゃ柔らかくて美味しいので、それプラス野菜を一緒にとって、でお腹めっちゃ空いてるなって日は小ライス食べます。でも朝昼お米とか食べたりするので、まあ、夜はなるべく控えた方がいいのかなって思うんですけど、お腹空いちゃうので小ライスくらいは食べます。説明難しい。ダイエットのさ動画みんなの見たけどさ、説明うまいよね。でその絞ってる期間は、私の場合だとお仕事があって家でご飯がまあ朝昼食べれないことがあるので、朝おにぎり、ちっちゃいおにぎりとか持ってって現場で食べたりとか、あとスープ、その昨日の夜に残ったスープを現場に持ってって食べたりしてます。お弁当とかが私の職業柄出るんですけど、疲れたりとかして忘れちゃったりとかして持ってけない時は、現場にあるお弁当のおかずだけを食べるとか、まあ物を選んで食べることが多いです。で私の中で一番大事なのはトレーニングです。もうトレーニングって聞くと大変なんじゃないって思うんですけど、大変です。ほんと楽なダイエットはないというか、なんかよくテレビとかで何々だけダイエットとか、YouTube とかでもこれしたら痩せるとか、まあいろいろその人に合った方法だったりあると思うんですけど、私が今までそうやって体を絞る時に楽だったことは一度もないです。毎回やっぱ大変なんですけど、そうやってトレーニングをして頑張った先にやっぱ自分のなりたかった体が待ってるので、それはもう我慢して日頃トレーニングは頑張ってます。ジムなんですけど、まあ、私はパーソナルジムに通っています。昔はいろんなそのトレーニング機っていうんですかね、いっぱい置いてあって自由にやっていいってとこ行ってたんですけど、やっぱなかなか自分で追い込めないというか、自分で辛いと思ったら自分でやっぱ辛くてやめちゃうし、だからそういう自分の性格にはその自分でトレーニングするっていうのがあんま合ってなかったので、今はパーソナルトレーニング、トレーナーさんがついてしっかりみっちりやってくれるっていうのを週2でやってます。でこれ撮影が近づいてくると週3になります。週2からの週3になっていくっていう感じで、もうずっとトレーニングしてますね。でもこの絞らない期間でもずっと週1では行き続けるっていうのをやってます。急に行かない期間があってまた絞るだけバーって行ってもやっぱ体が追いつかないし、その分たくさんもっともっと努力しなきゃいけなくなっちゃうから、そうなると辛いので、さっきも言ったでこのいつもここにいとくっていうか、ここがすごい自分の中でうわ漏れてないなっていう体だとしたら、いつも、まあ、ここが漏れてるとしたらここにいとくっていう、でちょっと頑張ったらいつでも漏れるラインに行けるように、週1では別に絞らない期間でも行ってます。そうすることによってリバウンドもあんましないし、やっぱキープできるので、週1は絶対日頃から行ってますね。絞れてたら週2週3って言ってます。まあお金はかかっちゃうんですけど、パーソナルトレーニングなんていうの、一人で頑張れないので、そうやって誰かがおいしょおいしょって やってくれる方が合ってるので、私は好きです。あと食事にちょっと戻っちゃうんですけど、まあこれは本当正直あんま教えたくないんですけど、食欲を抑える漢方っていうのを体を絞る1ヶ月前になったら飲み始めます。2ヶ月前でもいいんですけど、ちょっと本当にお腹があんまり空かなくなっちゃって、私トレーニングするので、トレーニングする分のなんていうのご飯はちゃんと食べたいから、それもお腹が空かなくて少なくなっちゃうので、1ヶ月前に食欲を抑える漢方っていうものを飲んでいます。ハーブクリニックのヘラスっていう漢方を飲んでます。でも合う合わないがあると思うので、私はそれが得意なので飲んでます。まあ皆さん調べて見てみてください。水分補給は水ですね。水をまあよくモデルさんとかが水2リットル飲みますとかっていうやつがあると思うんですけど、私もそれやってます。でも自分に合ったリットルでいいっていうか、まあ喉が渇いたら水を飲むっていう、なんか体全体例えばスケルトンにした時に、ジュースで水分補給して流している体と水で流している体どっちがいいかって言ったら絶対に水だと思うんですよね。水で流してあげた方が綺麗だと思うしっていうくらいの考えで水を飲んでます。どうやったら体のものが流れるかって言ったら、まあ、水を飲んで、もうちょっと汚い発言になっちゃうかもしれないんですけど、おしっことうんちを出すっていう作業なんですよ。あと汗ね、
じゃないと体から老廃物というか、いくらマッサージとか頑張ってたくさんしても、おしっことかうんちとか汗とかをしない限りは体の中にずっと居続けるわけじゃないですか。だから日頃の水分補給は水です。あと水で言ったら、朝起きたら白湯を一杯飲んでます。そしたら腸の動きも良くなるので、朝お通じがしっかり来るので、それもおすすめです。これは体絞る時の期間に関係ないんですけど、365日私は毎日湯船に入ってます。冷えがすごい痩せにくくなるというか、冷えでむくんで、そのむくみが蓄積になって太くなっちゃうというか、ご飯もそんなにガツガツ食べてないのに、むくみだけで太ってるように見えちゃうっていうのが私がよくあるので、冷えないように日頃からそのモコモコソックスとか、お家の中で履いたりとか、もうそれこそ現場に持ってったりとか、温めることに対してはすごいずっと温めてます。体を冷えてる、寒いっていう状況を作らないようにしてます。まあ、そのためにも365日、まあ、湯船に入った方がその1日のリセットもされるので、私は好きで入ってます。まあそれ汗を流すっていうのもあるんですけど、湯船に入ったら上がったらマッサージをします。マッサージするときは、まあお手持ちのオイルとか、なんかボディクリームとか何でもいいんですけど、私が今実際に使ってるのはアンジュボーテのボディメイク 4D っていうものなんですけど、すっごいスースーするので、まあ、夏の方がおすすめかな。ちょっと冬だとそれこそちょっとスースーしすぎて寒くなっちゃうので、その後なんかメディキュットとか履いた方がいいと思うんですけど、寒くなっちゃうんですけど、スースーする効果があって、すごい肌がピタッとくっついて、ちょっとむくみもねすごい取りやすいので、その次の日結構すっきりしてるので、これがおすすめで、オイルだったらこれがなんか3種類くらいあるんだけど、なんか自分の体質に合ったオイルを3種類の中から選ぶんですけど、スロータスボディケアオイル、カパタイプって、こうなんかタイプによって違うんだよね。これなんかサロン系で買えるやつなんだけど、まあネットでちょっと調べてみてください。私はカパタイプらしいなんかね、いろいろタイプ別なんですけども、このオイルを使ってます。でこのオイルを使いながら、オイルを使って手で流すのもいいんですけど、ずっと愛用しているのはリファのカッサですね。これが結構ゴリゴリ流せるので、もうほんとコリコリ流せるというか、骨周りにこびりついたお肉を剥がすように、これでちょっとグリグリやってるっていう感じです。まあ、これと、あとこれはビビモデルのせいかちゃんから教えてもらったんですけど、アマゾンにいいのあるよって教えてもらって、このなんかこういっぱいボコボコがついてて、まあちょっと今足下にあるからできないんですけど、これで足をゴリ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 流すっていうのをやってます。なんかアマゾンとかに載ってるやつです。こういうので足を揉みほぐして、1日のむくみはその日のうちに取るっていうのがまあ基本で大事だと思います。そしてマッサージが終わったら、体の全体のほぐしなんですけど、こういうマッサージポールっていうんですかね、のこのボコボコしたやつ、まあ長いやつもボコボコしない長いやつもあるんですけど、まあそれも全身でやったりするんですけど、特にこのボコボコしたやつで、まあ、私は筋トレをしているので、その筋トレをしちゃうと前ももがちょっと張っちゃったりとか、使いたい筋肉は使ってるんですけど、使いたくない筋肉も使っちゃうことがあるので、こういう張りをその日のうちに取っておくということで、このマッサージポール、このボコボコしてるのに乗るっていうのが結構でかいです。それで足の厚みが細くなったりとかするので、このマッサージポール、それこそ Amazon でも買えるし、いろんなやり方が YouTube に載ってたりするので、私もそういうの見ながらゴリゴリやってます。あとほぐすで言ったら、こういうマッサージガンみたいなもの、これは手持ちで持ち運べるやつなんですけど、ちょっと肩こりとかやったりとか、それこそ足とかちょっとほぐすっていうのも大事なので、こういうマッサージガンも持ち運び、撮影が近づいてきたら持ち運びして、気づいたらやるようにはしてます。ほぐしも終わったら、やっぱ寝る前に歯磨きを皆さんすると思うんですけど、歯磨きしてる時にこちらをやりましょう。この竹踏みって言うんですけど、歯磨きをしながら立ってるじゃないですか。立ってる時に足をこう立った状態でこう乗っけて、こう踏むんですよ。いっぱい踏み踏みするというか、踏んだらすごい血行も良くなるし、すごい全身が温まるので、この竹踏みすごいおすすめですなんかすごいビジュアルあんま可愛くはないかもしれないんですけど、竹踏みぜひ調べてみてください。あとここまで自分でできることを言ったんですけど、やっぱりエステとかマッサージとか骨盤矯正とか、そういうのには最後の締めの
段階でとにかく行きまくりました。だからこれはまあどっちでもいいんですけど、やっぱり人の手を借りるっていうのも一つの手かなって思うので、私はそういうエステ周りだったりとかそういうのも行きました。自分に投資する時間は好きなので、外食とかしてそこにお金かける人もいれば、私はエステとかそういう自分磨きにお金をかけるのが好きなので、そういうことをしてます。まあ本当にたくさん行ってると思います。流してもらってね、人の手借りて自分ではできない流す作業とかをしてもらったりはしてます。でよく体重何キロですかっていう質問とか来たりするんですけど、私は体重計基本的に乗らないです。乗ったら数字でちょっとメンタルが来ちゃったりとかすることもあるので、基本は乗らないで、センチで自分の体の様子を見てます。まあ乗ってもいいんですけどね、ちょっといい感じで絞れてきたなって思ったら乗るとか、なんかそういう時しか乗らないです基本的にね。そんな代わりに全身鏡とかで毎日チェックしたりはします。やっぱ撮影とかってなると体重がここに乗ってるわけじゃないから、やっぱこのセンチとかその引き締まり具合で漏れてるとかって私は自分の体はなるので、全身の鏡でお風呂上がりとかにチェックして、あもうちょっとここを減らしたいなって思ったらそこを重心的にをなんかトレーニングするとかっていうのを気づける発見にもなるので、全身鏡で見たりはしてます。ここまで自分の体についてやってることを話したんですけど、本当最初にも言ったんですけど、全部真似するとかは真似しないでください。じゃあなんで紹介したんだよってなっちゃうと思うんですけど、私は責任も取れないし、やっぱ自分に合った方法を自分で見つけていくっていうのが大事かなって思うので、まあ、他の人がやってるところのいいとこ取り、これが合うかな、自分にこれが合うかなっていうので自分のスタイルを作っていく方がおすすめなので、そうやって皆さんもいいものだけ引っ張って自分に落とし込んでみてください。私はそうやってやってきました。自分がこの体を好きって思えることが一番大事なので、なんか当たり前のようなこと言っちゃうけど、みんな違ってみんないいっていうことを忘れずに自分の体を愛し続けてあげたらいいんじゃないかなって私は思います。だから私も今の体、多分他の人から見たらもしかしたら足がちょっと太すぎるとか、なんかもっとこうしたら綺麗に見えるんじゃないって言われることもやっぱ職業柄あるんですけど、私は私なりにこういう今の自分の体が好きで自信を持って生きているので、自分に合った体の磨き方をしていこうかなってこれからも思います。難しいよね言葉。伝わるかな、なんとなく分かったかな、自分が好きな体になろうっていうことかな。私が体を絞る時にやってることを紹介したんですけど、やっぱり急に 100% やるっていうのは人間ストレスが溜まっちゃうし難しいと思うんですよ。私もどんどん習慣化してたというか、さっきの水のお話もそうだけど、昔はミルクティーしか飲んでなかったくらいジュースが大好きだったんだけど、それをちょっとお水に変えてったりとか、なんかほんとちま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 一気に 100% やるとやっぱもうおかしくなっちゃうので、一個一個なんか増やしていく。でも増やしてったらなんかあんまストレスになってないとか、それがルーティーンだからストレスを感じないで今私が出来上がってるので、皆さんもぜひ自分のコツコツしたやり方ぜひ探してみてください。でこの動画を撮るにあたって日頃やってたことを動画に撮ってたんですけど、よくわかんない証拠の動画になったんですけど、一応貼っときます。それを見てください。エナンデスの前にロスティ行きました。パーソナルジム今からやります。マジで偉いしたー。エナンデス行ってきます。これはお腹の力でこのくびれのところをグニグニやるトレーニングです。説明難しいけどめちゃくちゃきついですこれ。でこのサイドベントはこれもくびれをなんか縮めて伸ばして縮めて伸ばしてで、これが一番私的にはくびれができやすいトレーニングです。これはゴムバンドでやるんですけど、まあ、20回くらいを3セットだった気がします。両方もうお尻全体に効いてくれるので、これでかなりヒップアップできると思います。お家でもできるしね、ゴムバンドあったらおすすめです。でこのヒップスラスト、この時35キロしか上げてなかったんですけど、なんと今現在75キロまで上げれます。成長しました。でこれはお尻の上の方に効く、なんか上の方のボリュームがなかったので上の方に効くやつやりました。で
このデッドリフトは後ろの全体を伸ばしてくれるというか、全体に効きます。後ろがこれも結構きついですね。早送りでお送りしました。ジャージ行ってきました。久々に原宿の裏道を歩いてます。もうやることがいっぱいすぎて大変です。頑張ります。やばいね、ギリギリまでメディキュット。そしてお水はこれ、いつも持ち運びしてます。ピーチジョンの撮影なんですけど、今日はその前日なのでしっかり朝からジムに行ってきました。今おっぱいのマッサージ剥がしてもらったりとか、おっぱいのマッサージ終わって次は体のマッサージできます。スープスープ解放されました。ということで、今年1年間ピーチジョンのミューズとして頑張るので、よろしくお願いします。皆さんにハッピーとセクシーと元気だっけなそれをお届けできるように、私も体作り今年1年間より頑張っていくので、皆さんも一緒に頑張りましょう。ということで、ニコルンでした。バイバイ。